オセロは、二人のプレイヤーが、交互に、盤面に石を打ちながら、相手の石を、自分の石で挟むことによって、自分の石へと変えていき、最終的な盤上の石の個数を競う、ボードゲームである。オセロゲーム、リバーシとも呼ぶ。プレイ中のオセロのバン石オセロは、ボードゲームの一つである。88の正方形のバン 表裏を黒と白に塗り分けた平たい円盤状の石を使用する。それぞれ黒と白を担当する二人のプレイヤーが交互に盤面に石を打っていき、最終的に盤状の石が多かった方が勝ちとなる。相手の石を自分の石で挟んだ時は相手の石を裏返すことで自分の石にする。挟んだら裏返すという基本原理が理解できれば、 初期配置やパスなどをいくつかのルールを知るだけで、すぐにオセロをプレイできる。なお、公式戦では、さらに細かい競技規則も定められている。オセロとほぼ同様のゲームは、もともとリバーシュとして知られていた。リバーシュは、ジョン・モレットとルイス・ウォーターマンによって19世紀に、イギリスのロンドンで考案された。その後、ミトシ出身のボードゲーム研究家。 長谷川五郎によって1970年頃に東京都で現在知られているパッケージが開発され、その父、四郎によってオセロと命名された。完成したオセロは1973年に佃から発売され、ヒット商品となった。長谷川がオセロ開発にあたってリバーシを参照したのかどうかは不明であり、オセロとリバーシの関係性を どのように位置づけるべきかは争いがある。また、オセロ発祥の地についても、ロンドン、東京、水戸という3つの説がある。いずれにしても、オセロ、オセロという名称は、メガハウスの登録商標であるため、他社からは、リバーシとして、ほぼ同様のゲームが発売されている。オセロは、抽象戦略ゲームの一つであり、運の要素がなく、 二人のプレイヤーが互いに知恵を絞って、実力だけを頼りに勝敗を決する。ゲームのルールは単純明快だが、多数の戦術が生み出され、日々戦略的な進歩を続けている。このことを端的に表した、覚えるのに一分、極めるのに一生という言葉が、キャッチフレーズになっている。著名な戦術としては、定石や偶数理論などがある。数学的には、オセロは、 囲碁、将棋、チェスなどと同様に二人例、和有限確定完全情報ゲームに分類され、コンピュータによる研究も行われている。コンピュータオセロは、1997年に人間の世界チャンピオンに勝利しており、人間のトッププレイヤーを上回る実力を持つ。もっとも、コンピュータが発達した2019年現在もオセロの完全解析はなされておらず、なお未知なる、 奥深さを持つ。世界各国で子供から老人まで様々な人によってプレイされており、世界のオセロ競技人口は約6億人と推計されている。特に日本では遊びの文化として定着しており、競技人口が多いだけでなく、オセロを題材にした数々の文化的活動も行われている。オセロは遊びであると同時にマインドスポーツの一つとしても知られている。 世界各国で多くの大会が開催されており、日本では囲碁や将棋などと同様に複数のタイトル戦が存在する。最も大きな大会は1977年から毎年開催されている世界オセロ選手権である。この他、オセロリバーシにはニップ、グランドオセロ、エイトスターズオセロ、 ロリットなどの派生ゲームも存在し、様々な形で人々から親しまれている。オセロをプレイするために必要な用具は、番と石である。オセロの番は、88の正方形のマス目が描かれた緑色のものを使用する。オセロの石は、表裏を黒と白に塗り分けた平たい円盤状のものを使用する。メガハウスによる公式のオセロ用具は、表のように、 プレイヤーの便宜を図るために、様々な工夫を凝らした製品が順次追加されている。また、視覚障害者向けに触って、石を識別できるもの、石をつまむことのできない、死体不自由者向けにバンと一体化した石を回すことで、プレイできるものなど、バリアフリーを意識した用具も開発、発売されている。オセロの基本ルールは、以下の通りである。 なお、以下では符号を用いて説明することがあるが、図の盤面外に記載されている列と行を表す。例えば、F5 は F 列5行目のことである。事前準備として、以下の2つが必要である。事前準備を終えたら、ゲームを開始する。初手初手は黒番が打つ。この際、 今打った石と他の自分の色の石とで縦、横、斜めのいずれかの方向で挟んだ相手の色の石は、裏返して、自分の色に変える。例えば、随一の局面で、黒板が F5 に打てば、今打った黒いと D5 の黒石によって、e、E5 の白石を横に挟んでいるので、これを裏返して、黒いに変える。2手目2手目は白板が打つ。先ほどと同じように、 挟んだ相手の色の石を裏返して自分の色に変える。例えば図2から白番が D6 に打てば今打った白石と D4 の白石によって D5 の黒石を縦に挟んでいるのでこれを裏返して白石に変える。3手目あとは同様に相手の石を挟みながら黒番と白番が交互に空きますに自分の色の石を打っていく。例えば図三から 黒板が C3 に打てば D4 の白石を斜めに挟んでいるのでこれを裏返して黒いに変える複数の石複数の石を一度に挟むことも可能であるこの場合挟んだ石はすべて自分の色に変えなければならない例えば図4の局面で黒板が G5 に打つと F5 と E5 の白石を横に挟み F4 の白石を斜めに挟んでいるので これら三つの石をすべて黒いに変える。不正な着手石を打つときは、必ず相手の色の石を一つ以上挟むように、打たなければならない。例えば、図語で仮に、白番が H5 に打ったとしても、黒いを一つも挟めないから、白番が H5 に打つことはできない。パスルール挟める石がなければ、パスとなり、相手の手伝いになる。例えば、図六の局面で、 黒板は挟める白石がないので、パスとなる。パスに回数制限はないが、挟める石があるときは、パスできない。なお、相手のパスによって、自分の着手が続くと、手元の石が足りなくなることがあるが、相手の手元の石を使っても良い。通常の終局このようにして、プレイを続けていき、盤上のすべてのマスが石で埋まって空きますがなくなれば、ゲーム終了となる。 例えば、図7では、すべてのマスが石で埋まっているため、終局である。双方打てずの終局空きますがあっても、両者ともに挟める石がないときは、終局となる。例えば、図8では、まだ空きますがあるが、黒番も白番も相手の色の石を挟む方法が、ないから、終局である。なお、 一方の石が全滅してしまった場合も、両者共に挟める石がない時に該当するから、終局である。ゲームが終了したら、黒石、白石の数を数え、多い方が勝ちとなる。同数の場合は、通常の対局では引き分け、引き分けでは不都合のある対局では、黒番、白番の決定時に、終局時に、 石の数が同数だった場合に勝者となる権利を得ていた側の勝ちとなる。成績は石数もしくは石差で記録される。例えば図7ならば34対30で黒番の勝ちである。空きますがある場合にはその数が勝者の石数に加算される。例えば図8ならば63対1で黒番の勝ちである。 実力差がある場合にはハンデキャップをつけて対局することもできる。ハンデキャップ戦では実力差に応じて図のように盤面の隅に黒石を置いた状態からゲームを開始する。ハンデキャップ戦の場合は下手が黒番、上手が白番を持つが通常の対局とは異なり白番の先手で対局を開始する。オセロは黒と白の石を用いるが 基本ルールで説明したように黒を担当するプレイヤーが先手、白を担当するプレイヤーが後手として、プレイヤーの手伝いが色と合わせて定められている。手番を含めた両プレイヤーの地位をそれぞれ黒番、白番と呼ぶ。大会などの公式戦では、不正史と呼ばれる囲碁の握りに近い方法で黒番、白番を決定する。不正史のやり方は、 引き分けありの対局と引き分けなしの対局でそれぞれ異なっており以下のように決まっている。まず上位者が石一つを手で隠して盤上に置く。次に会社が引き分けの有無によって以下の方式で宣言を行う。会社の宣言が終わったら上位者は石を隠していた手をどけて石を開示する。石の上面が黒白どちらであるかを確認し、 引き分けの有無に応じて、以下の通り黒番、白番を決定する。オッセロでは、挟んだ石を裏返すのを忘れるといった、不正な着手が起きることがあり、公式戦で不正着手がなされた場合のルールが、定められている。相手が不正着手をした場合、対局時計のボタンを押して、相手に手伝いを戻した上で、不正の内容を告げて、相手に訂正を求めることができる。なお、 日本オセロ連盟は不正着手を自分の打つ、石色の間違い、手番の間違い、打てない箇所への着手、返し忘れ、返しすぎ、打てる箇所がある局面でのパスと定義している。主要な国際大会等ではリーグ戦で勝ち星の数が並んだ際、イギリス代表選手で数学者のグラハム・ブライトウェルが考案した、ブライトウェルポイントと呼ばれる点数を計算して、 順位を決定する。ブライトウェルポイントは以下の数式で計算される。ブライトウェルポイントイコール石数合計、対戦相手の勝ち数合計 C 定数 C は、オセロ版のマス目の数を一人のプレイヤーの試合数で割った値に最も近い整数である。例えば、各プレイヤーが10試合を行うリーグ戦ならば、C は64、10イコール6.4に、 最も近い整数の6である。現在普及しているオセロのパッケージは、日本オセロ連盟元会長の長谷川五郎が1970年頃に東京都で完成させてゲーム会社の佃に持ち込み、1973年に発売されたものである。長谷川がオセロを開発するに至った経緯については、本人の説明が2点3点にしており、定かではない。 特に、オセロのルーツについては、という二つの説がある。オセロ発売当初、長谷川は、リバーシが、オセロの原型であるとしていたが、2000年頃からは、自身が考案した、ハサミゴが、オセロの原型であると主張するようになっている。なお、2000年以降の長谷川の発言以外に、ハサミゴというゲームが実在したことを裏付ける根拠は、ない。このような経緯から、 オセロとリバーシュの関係性やオセロ発祥の地については争いがある。アネクゼーション、リバーシュ、ハサミ語、オセロはいずれも挟んだら裏返すという基本原理に共通点があるが、細かい部分では表のような違いがある。ここではリバーシュに基づく歴史とハサミ語に基づく歴史の双方を対等に紹介する。オセロに似たゲームとして記録に残る最古のものは、 1870年にイギリスのロンドンでジョン・モレットが開発したアネクゼーションというボードゲームである。アネクゼーションは十字型の盤面を用いていたが、現在のオセロと同様に挟んだら裏返すという基本原理に基づくゲームだった。開発から6年後の1876年に FHA アーズがこれを発売した。1883年、同じく ロンドンのルイス・ウォーターマンがアネクゼーションの版面をチェッカー版に改良してリバーシを開発した。リバーシは1886年にロンドンのサタデーレビュー誌に掲載され世に知られることになった。ウォーターマンは1888年にリバーシを商品化しジャックさんから発売した。なお、 リバーシ発売後に f h エアーズがアネクゼーションの改良版として、アネックス、A ゲームオブリバーシズという名前で、リバーシとほぼ同一のゲームを販売したため、商標をめぐって訴訟となったが、リバーシは、裏返すという意味の単語、リバースに由来し、16世紀からフランスで、プレイされていた伝統的トランクゲームのリバーシスの、 別名でもあることから商標権は認められず、両者は共にこのゲームを販売できることになった。商品化から2年後の1890年に、ウォーターマンが承認したリバーシの解説書によると、当時のリバーシと現在のオセロとのルール上の違いは、以下の2点のみである。同書によると、当時のリバーシの石の色は、黒と白であり、現在のオセロと同様である。もっとも、 ジャックさんから発売されたオリジナルのリバーシは、チェッカーと同様に黒白、黒赤、赤白という、少なくとも3通りのバージョンが存在していたことが、ボードゲーム収集家のリチャード・バラムのコレクションで確認できる。リバーシが考案されてから20年ほどの間に、ルールの変遷があった。まず、着手回数32手制限ルールはすぐに廃止され、相手がパスした場合には、 相手の手元の石を使っても良いことになった。1900年頃の FH エアーズのリバーシに添付されたルール説明書には彼が撃つことができないでいる限り対戦相手は彼の石を使用して撃つと明記されている。また初期配置に関しては勘弁のために最初から中央4マスに石を置いてからゲームを開始するのが主流となった。この結果 20世紀初頭には、現在のオセロとのルール上の違いは、ほぼなくなっており、1907年に編纂された、世界遊戯法大全では、現在のオセロと完全に同一のルールが、定められている。もっとも、初期配置に関しては、図の3つのルールが、ローカルルールとして並存しており、どのルールを採用するかは、競技団体、競技者や開発メーカーによって、違いがあった。 なお、クロスルールを採用した場合には、現在のオセロと完全に同一のルールとなる。石の色については、黒白のものもあったが、世界的には、黒赤が主流となり、日本では原平になぞらえて、主に紅白の石を使った。リバーシは、早くから日本にも輸入され、原平語という名前で発売された。なお、名称は、原平語であるが、語石ではなく、 表裏が別の色に塗り分けられた通常通りのリバーシの石でプレイされた。リバーシは現在のオセロとよく似たゲームである。しかし、現在のオセロほどの支持を得ることはできず、忘れられた存在となっていった。オセロ発売当初の説明によれば、長谷川は幼少期に兄がプレイしているのを見て、リバーシのことを知った。 そして、忘れられたゲームだったリバーシの道具を1970年頃に、東京で改良して復活させたものがオセロである。囲碁の番と、石近年の長谷川の主張によれば、オセロのルーツは、第二次世界大戦が終わって間もない1945年の夏に、茨城県三戸市で、長谷川が考案した簡易語ゲームバサミ語である。長谷川によれば、 当時の長谷川と同級生たちは、相手の石を囲んだら取れるという意向のルールがよく、わからなかった。そこで、長谷川の発案により、相手の石を挟んだら取れるという簡易ルール,ールで、遊んでいた。その後、石を取るのではなく、相手の石を挟んだら自分の石と置き換えるという、ルールに改良し、現在のオセロに近いものとなった。さらに、 自分の石と置き換える作業を簡単にするため、語石ではなく、表裏を黒白に塗り分けた紙の石を裏返すというアイデアに至った。挟み後には、挟んだら裏返すという基本原理以外に定まった、ルールはなかった。盤面は長谷川が自作した88、89、9十、0八角形など多様な形状のものを使用し、複数の石を挟んだ時も裏返せる石は一個のみ。 あるいは、挟んだ石のうち裏返したくない石は裏返さなくて、いいなど、その時々で様々なルールを採用してプレイしていた。長谷川は、中学、高校、大学で休遊とこのゲームを楽しんでいたが、大学卒業によって遊ぶ機会がなくなり、挟み後は一旦姿を消すことになった。これが2000年頃から長谷川が主張するようになった、オセロの起源である。 牛乳瓶の紙豚1964年当時、東京都で、中外製薬の営業担当として、仕事をしていた長谷川は、同僚の女子社員たちから何かゲームを教えてほしいと、頼まれた。長谷川は、以後、将棋ともに五段の腕前を誇り、最初はこれらのゲームを教えたが、難しすぎるとのことでうまくいかなかった。また、妻にも、以後を教えたが、これもうまくいかなかった。 そんな折に、少年時代の記憶にあったリバーシもしくはハサミゴのことを思い出した。そこで、自宅で妻と家庭の牛乳瓶の紙蓋を集めて、石を自作し、女子社員たちにルールを教えたところ、彼女らが昼休みにこのゲームを楽しむようになった。さらに、営業先の病院でもこのゲームを紹介したところ、入院中の患者の時間つぶしやリハビリテーションに、 使えるとのことで好評を博した。長谷川が担当していた、ある病院の医局長からは、このゲームは、社会復帰を目指す患者のリハビリに適し花があると、太鼓板を押されたという。手応えを覚えた長谷川は、仲間たちと共に実験、研究を繰り返し、このゲームを、さらに改良することにした。当初長谷川は自作の89の盤を使っていたが、 1970年10月にメルクからチェスセットが日本の薬品関係者に送られると88のチェスボードを採用してチェスボードにあった牛乳瓶の紙蓋を使用するようになった。さらに当初長谷川は関節バサミでも石を返すという現在よりもやや複雑なルールを採用していたが直接バサミのみに限定した簡明なルールに変更した。 これにより、1970年頃、東京で、現在のオセロと同様のゲームが完成した。完成したゲームには、当色炉と白の石を、ジャイアントパンダに見立てて、ランランカンカンという名前が検討されていたが、長谷川の父親で、旧西三戸高等学校の英国文学教授であった、長谷川四郎の発案で、オセロに変更された。 これは、英国文学の代表作であるウィリアム・シェイクスピアの、戯曲、オセロに由来する。緑の平原が広がるイギリスを舞台にして、黒人の将軍、オセロと白人の妻、デズデモーナを中心に、敵味方が目まぐるしく寝えるという戯曲のストーリーに、緑の盤面上で、黒白の石が裏返って形勢が変わっていく、ゲーム性をなぞらえたものである。 1972年10月、長谷川が、玩具メーカーの佃にオセロを持ち込んだところ、これが認められ、商品化が決まった。商品化に先立ち、1973年1月には、日本オセロ連盟が設立され、同年4月7日には、第1回全日本オセロ選手権大会が開催された。同年4月25日に、 三越本店と伊勢丹本店で販売を開始し、4月29日に全国でオフィシャルオセロが発売された。佃の商品企画部門の責任者だった和久井武氏によると、当時玩ングに対してキャラクター以外のロイヤルティを払うという意識が業界にはほとんどなく、オセロについても特許権や実用新案件は取得されていなかったが、佃のオーナーは、 おもちゃはアイデアだからと支払いを認めたという。玩具業界には子供向けのボードゲームは4人以上で遊べるべきという意識があったため、2人用ゲームである。オセロは大人をターゲットとして、パッケージ表面にはタバコやライターを写したデザインが採用された。価格は2200円に設定された。初期ロットは在庫を残さないよう3000個で。 経費の都合でテレビ CM も打たなかったものの、百貨店の店頭などで実演販売をすると着実に売れていった。これに自信を得た枠井がその年の年末商戦に向けてテレビ CM を制作したところ、オンエア後の10月からの3ヶ月間で38万個、翌1974年に120万個、以上、1975年に280万個が、 売れる大ヒット商品となった。日経流通新聞のヒット商品番付では、1973年、1974年と2年連続で大関に選出された。1977年にアメリカ合衆国でも発売され、その年のうちに100万個が売れたという。この年から、世界オセロ選手権大会も始まった。 佃の玩具製造部門は1974年から佃オリジナルとして独立。2002年佃オリジナルはバンダイの子会社となり2003年3月には枠井が経営する枠井コーポレーションと経営統合してパルボックスとなった。さらに2005年にはパルボックスはバンダイの子会社メガハウスに統合され2020年現在は メガハウスがオセロを販売している。なお、アメリカ合衆国では、ゲーブリルが最初の販売元だったが、その後数社の変遷を経て、2007年時点ではマテルが、欧米での販売権を所有している。枠井によると、2007年時点でもオセロは、年間40から50万個は、売れ続けているという。リバーシは、オセロ発売以前から、あるほど同様のゲームである。 リバーシは19世紀と20世紀でわずかに異なる。20世紀のリバーシは、石の色について黒白、黒赤、赤白という3パターンの配色があり、初期配置について、クロス、パラレル、オリジナルという3種類のローカルルールが存在した。オセロは、このうち、石の色に黒白、初期配置にクロスを採用したものと同一である。黒白の石、 クロス配置は共に1907年以前の文献に掲載されており、オセロが書出ではない。なお、リバーシは盤面の大きさが自由であった。リバーシはパスができなかったなどとされることがあるが、誤りである。実際には、1890年刊行の最初期の解説書の時点から、盤面は88の正方形、打てる箇所がない場合はパスというルールが定められており、 この点は現在のオセロと同一である。オセロはリバーシよりも後発のゲームであり、そのルールは初期配置クロスルールを採用したリバーシと完全に同一である。そのためオセロは先行するリバーシに依拠して開発されたのか、リバーシに依拠しているならば別ゲームと言えるほどの違いがあるのかという点がしばしば議論される。 オセロ開発者の長谷川五郎の説明が一貫しないことから明確な結論は出ておらず、オセロとリバーシの関係性及びオセロ発祥の地については以下の3つの見解がある。長谷川は1973年に佃からオセロを発売した当初、リバーシの影響下にあること自体は認めた上で改良による独自性をアピールし、新ゲームとして これを宣伝した。長谷川は1973年の雑誌記事で、オセロ開発の経緯について、以下のように記し、原平号を土台にゲームを改良したと明言している。何か原型になるものはないかその時私は、兄が30年以上も前の小学生時代に、原平号をやっていたことを思い出した。中略、現在は滅びてしまったが、 これを土台に改良すればいけると直感した。長谷川五郎、1981年の著書、オセロの打ち方でも、長谷川は、リバーシュが、オセロの原型であると認めた上で、ゲームの面白さは、ルールが3分の1、名称、用具、環境などの要素が3分の2を占めることを指摘し、校舎が不十分であったリバーシュは、子供の玩具以外の何者でもなかったが、 オセロはすべてを整備して、大人でも遊べるゲームとして完成させたものであるとアピールしている。これに対し、複数の専門家がオセロは、リバーシュと別のゲームと言い得るほどの独自性はなく、リバーシュの商品名の一つに過ぎないと指摘し、新ゲームとして懸念されていることに批判的な見解を示した。小説家の続き道夫は、オセロ発売直後に疑問を抱いて、 独自の調査を行い、娯楽研究家である、矢野目玄一の著書、娯楽大百科の記述などに基づいて、オセロは、リバーシュとそのまま同一のゲームであると、いち早く指摘した。続きは、佃が、海外輸出を目指していることに触れ、以下のようにオセロを批判している。ご将棋をしのぐ日本の新しいゲーム、謎と向こうへ持っていったら、なんだ、珍しくもない。 リバースイじゃないか、と言われるだけだろう。鈴木道夫、小説家でパズルゲーム研究家の田中淳氏は、鈴木に対して、リバースは、昔から日本でも、原平語として親しまれており、1968年の、花山の商品カタログにも掲載されているという、事実を紹介した。田中は、以下のように述べ、発売元の佃が長谷川にロイヤルティを支払った。 ことについて疑問を呈している。あれは、限平語ですよ。中略、だいたい昔からあるものを、発売元が知らないのが、おかしいんですよ。田中淳氏、アメリカ合衆国の数学者で、パズルゲーム研究家のマーティン・ガードナーは、オセロが、アメリカ合衆国で発売された年に、サイエンティフィック・アメリカンの連載。 数学ゲームの中で以下のように記し、わざわざ高額のオセロを購入しなくても、同じゲームがプレイできると読者にアドバイスしている。オセロイズ・ザ・ナインティーンス・センチュリー・イングリッシュボードゲーム・オブ・リバーシュ・イズ・ナッシング・オルタード、エクセプト・ザ・ネーム・マーティン・ガードナー。なお、長谷川は、オセロ発売前の1971年に、オセロの実用シニアンを出願しているが、 その出願書類の中では、日本では、半世紀にわたって、原平語が行われているとの見解を示した上で、自身の信案を原平語用具の改良であると説明し、原平語という名称で出願をしている。また、リバーシとオセロのルール上の唯一の違いである、クロス配置への限定については、肯定的な評価も、否定的な評価も存在する。 元オセロ世界チャンピオンのベンシーリーは、パラレル配置では白番が干渉してしまう展開があるが、クロス配置では黒白の利点が拮抗して、引き分けに至る展開が多いことを指摘し、クロス配置を採用した長谷川を高く評価している。一方、ゲーム研究家の草場淳は、クロス配置がパラレル配置に劣る理由として、 初期配置の状態で180度回転させても同じだから上下が区別できなくなってしまう点。初手がすべて対象型なので選択の余地がない無意味な一手になってしまう点を指摘し、長谷川が初期配置をクロスに限定したことをオセロはリバーシの解約と断じ厳しく批判している。ゲームとしての独自性の有無はともかくとして、長谷川の構築した名称、用具。 環境を伴うブランド力によってオセロは全世界に普及した。オセロの認知度が向上するに伴い、次第にリバーシ自体がオセロの影響を受けるようになった。20世紀のリバーシには、クロス、パラレル、オリジナルの3つの初期配置ルールが存在することは、前述したが、現代ではパラレルやオリジナルのルールでプレイされることは、 ほとんどなく、オセロと同様のクロス配置が主流となっている。また、石の色も黒白、黒赤、赤白の3パターンがあったが、こちらも現代では、オセロと同じ黒白が主流となっている。つまり、もはや両者に違いはなく、実質的にリバーシは、オセロの別名と言い得る状況となっている。これは、オセロの商標権を持つ筑田以外の各社が、 商標権との定職を避けつつ、オセロと同様の商品を販売するために、リバーシの名を借りたためである。1973年のオセロ発売当初、オセロという商品名は、商標として、黒白の石や緑の盤面などのデザインは、一装として、共に、佃によって登録され、権利保護の対象となっていた。その後、一装権は、 保護期間の20年が満了したため、他社も同一のデザインを使用することができるようになったが、商標権はなおも保護が続いている。そこで、他社は、オセロはリバーシの商品名の一つであるとする見解に基づき、リバーシの商品名で、オセロと同一デザインの商品を発売するのが一般的となっているのである。1999年には、 日本最大手のオセロ情報サイトを運営していた元、タイトルホルダーのオセロ選手に対し、佃オリジナルが商標権侵害であるとして、内容証明郵便を送りつけたことが、きっかけとなって、日本で商標権のないリバーシに着目する動きが広まり、元タイトルホルダー4名を含む、多数の講談者たちが集まって、日本リバーシ協会を設立した。 日本リバーシ協会の理事に対して、リバーシ禁止、オセロ連盟を除名と題した、脅迫状が送りつけられる事件が発生し、日本オセロ連盟の一部幹部からは、リバーシは、オセロと敵対するゲームであるとして、日本リバーシ協会を排斥する主張がなされたとされる。その後、日本リバーシ協会は、活動を停止した。なお、日本の公共放送 NHK では、 オセロの商標を避けるために黒と白の石を取り合うゲームなどと言い換えて報道していたことがある。ミトで開催されたオセロイベントの様子発売当初はリバーシュの影響下にあることを公言していた長谷川だが次第にそれを伏せるようになった。そして2000年頃長谷川はリバーシュとは無関係に1945年に ミトで自身が独立にゲームを考案したとする新たな見解を示した。当時、日本オセロ連盟のウェブサイトには、オセロの起源はリバーシと明記されていたが、連盟会長の長谷川が執筆した、戦後、ミト、ご意思という新しい文章に差し替えられた。長谷川は、この文章の中で以下のように主張した。オセロの原型は、 1945年9月に、茨城県水戸市で生まれました。中略、囲碁よく知らない中一の生徒たちのガヤガヤワイワイの中から相手の石を挟んだら取るというルールが私の発案で生まれました。長谷川五郎、この件に関し、連盟 HP 委員として差し替え作業を担当した長谷川は次のように語っている。オッセロが水戸発祥って二千年くらいに、 突然、五郎さんが言い出して僕なんかは困惑した話なんですよ。それまでは1960年代にゲーム研究して1973年までに完成、発売したという話を信じてたのに、急に戦後のミト発祥ってことになった。ハセラ、これ以降、オセロはリバーシュとは独立に、ミトで考案されたとする情報が広く拡散した。 オセロ販売元のメガハウスは、2020年現在、オセロは長谷川が、ミトで独立に考案したとする説をとっている。ミト氏は、同説に基づき、オセロ発祥の地を自称し、オセロにまつわる、様々なイベントを開催している。一方、世界オセロ連盟は、2020年現在オセロの、歴史に関する項を空欄にしており、態度を明らかにしていないが、 長谷川が死去した2016年には、当時の世界オセロ連盟会長だった、トールビルゲルス高原が、長谷川は、リバーシに基づいて、オセロを開発したとする見解を示しつつ、長谷川に哀悼の意を示す声明を発表した。なお、オセロが、 リバーシに依拠して開発されたのかどうかはともかくとして、いずれにしても長谷川がオセロを発売した時点で既でに、リバーシの開発者はこの世におらず、特に権利関係が問題視されることはない。オッセロは単純なルールでありながら、勝つためには頭脳、読み合い、駆け引きが要求される。非常に多彩な戦術が知られており、覚えるのに1分、極めるのに、 一生という言葉がキャッチフレーズとなっている。1890年のリバーシの解説書には、すでにいくつかの戦術が掲載されていた。隅の重要性や序盤での注意点など、基本的な戦術が解説されている。さらに進んで、現在知られている詳細な戦術を体系的に整備したのは、オセロのパッケージを開発した、長谷川五郎である。長谷川は、 1974年にオセロの打ち方を表し、この中で様々な寄付と共に勝つための戦術を体系的に解説した。その後、オセロの流行と共に様々な競合プレイヤーが自らの理論を書籍として出版し、オセロ戦術は日々進歩を遂げている。ここでは標準的な戦術書で、 よく解説される基礎的な概念を説明することで、オセロ戦術の全体像を概観する。定石図は、序盤の3手目の局面である。ルール上、ここで黒番には、C4、D3、e、E6、F7 の4つの選択肢がある。しかしながら、C4、D3、F7 の進行は白番が正しく対応すればいずれも、 黒番引っ張いとなることが判明しているため、初心者を除けば黒番は必ず E6 と打つ。このように不利にならない手は限られているから、双方がある程度の実力を有していれば、序盤の進行はいくつかの決まったパターンに収束しやすい。そういったパターン化された進行を定石という。上級者同士の対局では、基本的な定石を双方が覚えた上で、 どの定石を選択するか、どこで定石から変化するかなど細かい駆け引きを行う。主要な定石には、板状の石の形を動物などに見立てて、名前が与えられている。中でも、ウサギ定石、トラ定石、牛定石、ネズミ定石の4つは最も基本的なものであり、4大定石と呼ばれている。ウサギ定石は、比較的変化が少なく、 王道を行く基本型が深く研究されているため、初級者にも好まれる。虎定石は、非常に変化が多く、相手の研究を外す目的で、上級者が好んで採用する。牛定石は、シンプルな展開から、スリリングな展開まで様々な展開が考えられる。ネズミ定石は、現在では黒板が有利であることが判明しており、白板が避ける傾向にあるため、 ほとんど打たれない。失敗レーズの局面は一見すると、黒いがとても多く、初心者には黒番がリードしているように見えるかもしれない。しかし、黒番はここで G7 以外に打てる箇所がない。そこで仕方なく、黒番がグラム7に打つと、白番が H8 の隅を取れる状態になるから、黒番は圧倒的不利となる。このように、オセロでは、序盤、中盤の局面で、 石が多いからといって必ずしも有利というわけではない。多くの場合は、その逆であり、石が多すぎる側は不利となる。オセロは、相手の石を挟まなければ着手できないため、相手の石が少なかったり、相手の石が自分の石で囲まれていたりすると、着手可能な箇所が少なくなり、本来打ちたくない箇所に打つしかなくなってしまうのである。逆に言えば、序盤、中盤では、 石を取りすぎず、自分の石が相手の石に囲まれた状態を目指すのが基本となる。一石返し、中割り例えば、図は、ウサギ定石の9手目の局面であるが、ここで、黒番の定石手は E6 である。この手は E5 の白石一つだけを挟む手であるから、自分の石を増やしすぎることはない。また、e、E5 は、すでに周囲を他の石で囲まれているから、 自分の石を相手の石の中に潜り込ませることができる。したがって理想的な攻守である。このような典型的攻守の類型として一石返しと中割りが有名である。一石返しは相手の石を一つだけ挟むように打つことである。中割は周囲をほぼ他の石に囲まれている相手の石だけを挟むように打つことである。一石返しは 自分の石を必要以上に増やさない手であり、中割りは自分の石を相手の石で囲ませる手であるため、これらを意識することで講師を発見しやすくなる。図での E6 という手は一石返しでなおかつ中割りである。確定石図の局面で黒いはどれも終局までに白石に挟まれてしまう可能性があるが、10個の白石はもはや黒いで挟むことができない。したがって、 これらの白石は終局まで白石であることが確定している。このような挟まれることがないから終局まで色が変わらないと確定した石のことを確定石という。確定石を増やしていくことは勝利に直結するので重要である。オセロで勝つために大切な要素の一つとして墨がある。オセロ岩の内四隅のマスについては挟むことができないから。 隅に石を置けば必ず確定石となる。また図のように隅から隣接するマスに同じ色の石が置かれている場合にはそれらも確定石となることがある。したがって隅を狙うのはオセロの基本となる。CX グと関連して重要な概念として C と X がある。図で黒石を置いたマスが C、白石を置いたマスが X である。 当然のことながら C や X に自分が石を打たなければ相手に隅を取られることはない。したがって初心者の間は C や X を極力避け相手が C や X に打ってきたら隅を取りに行くという戦術がよく使われる。しかし初心者を脱するとあえて X に打って相手に隅を取らせた上で自分は C を取り、 C を起点に隣接する大量のマスを自分のものにするといった勝負手も必要となってくる。いずれにしても隅 CX に関する攻防は初心者から上級者まで注目されるポイントである。手止まり図のような局面を考える。ここで黒番が左下の B7 に打ち込むと C7、D7、E7 の3つの石を黒石にすることができる。 そして、B7 の周辺にはもう空きマスがないから、これらの石が再び白番に返される心配はなく、良い手であると考えられる。このように、隣接する空きマスが他にないマスに打ち込むことを、手止まりと言い、終盤戦では手止まりを打つのが一つの目標となる。終盤戦において重要となるのは、まずは先を読み切って、地道に石を数えることである。しかし、 石を数えることの他に、互いに隣接する空きマスの数に着目することである、程度類型的に攻子を見つけることができる。手止まりを打つこともその一つである。偶数理論図ズは、先ほどの局面から黒番が B7 に打った局面で、ある。ここで互いに隣接する空きマスの数を見ると、左上には3つの空きマスがあり、中央上には2つの空きマスがある。 この局面で白番が打つべき最前手は左上の空きますの数を2つにする A1 である。次に黒番 B2 に対してすかさず B1 とすれば手止まりが打てるし、さらに黒番 D1 に対して E1 とすればまた手止まりが打てる。重要なのは白番は互いに隣接する空きますの数を偶数にしていることである。 偶数にしておけば開きますが一つの時に自分の手伝害になるからそこで手止まりが打てるというわけである。これを偶数理論と呼び手止まりをたくさん打つために有効な理論である。オセロの戦略は黒番と白番でそれぞれ違いがある。まず黒番の初手はどこへ打っても対象型になるため実質的意味はない。白番の二手目には縦取り。 斜め取り、並び取りの3つの選択肢がある。縦取りは、うさぎ定石、虎定石、斜め取りは、牛定石、並び取りは、ネズミ定石を試行した手であり、白番が得意な定石を選択できる。縦取りの場合、これに対して黒番は、C5 として、うさぎ定石にするか、C3 として、虎定石にするかを選択できる。うさぎ、虎、 9ネズミのいずれの定石においても様々な変化があるが、黒板が変化を選択できることが多いため、どちらかというと、黒板が定石の主導権を握りやすいと言われている。終盤戦では、白板は偶数理論を使って積極的に手止まりを狙っていくことができる。終局までパスがなければ、偶数理論を使うことができるのは、 高校の白番のみであるため、一般に終盤戦は白番が打ちやすいと言われている。もっとも、白番が打てないアキマスを作ることで、黒番が偶数理論を逆用する逆偶数理論などの戦術もある。このように、黒番、白番それぞれに強みとなる部分があり、どちらが有利か一概には言えない。コンピュータによる完全解析はなされておらず、 部分的な解析結果からは引き分けが結論となる可能性が高いと言われている。なお、これまでに行われた対局の統計では白番が1%から2%ほど勝ち越している。オセロプログラムの N テストの画面オセロはシンプルなルールがコンピュータのプログラミングに適しているため、プログラミングの教材あるいはコンピュータゲームの製品として これまで数々のコンピュータプログラムが開発されてきた。オッセロがアメリカ合衆国で発売された1977年、早くも4月には NJDJ コブスが世界初とされるコンピュータオセロのプログラムをサイエンティフィックアメリカン誌に掲載した。翌1978年にはアーケードゲーム、1980年には家庭用ゲームとして、 コンピュータオセロが製品化された。1983年には、筑波オリジナルからオセロ専用ゲーム機のオセロマルチビジョンが発売された。また、1980年10月から、アスキーの主催でオセロプログラム同士を対局させるマイクロオセロリーグが定期的に開催され、その模様は記事として掲載された。1986年には、 同社からオセロを題材とした思考ゲームのプログラミング解説書も出版された。最古のコンピュータオセロは特別強いものではなかったが、すぐにビットボードや評価関数などのアルゴリズムが整理され、終盤の正確な読みによって人間の上級者とも戦えるようになった。コンピュータオセロの開発が始まってから3年後の1980年、オセロプログラムのムーアが、 当時の世界チャンピオン、井上博史と対戦し、一勝を挙げた。1982年には、森田和夫の開発した、森田オセロが全日本選手権2位の北島秀樹ら、競合プレイヤーたちが集う大会に、ゲスト参加して6戦全勝で優勝した。その後、ハードウェアの進歩とソフトウェアの改良によって、コンピュータオセロは、着実に力を伸ばしたが、 1980年の井上戦から17年間、公の場で人間の世界チャンピオンと対戦する機会はなかった。ロジステロ VS、村上県第4局1997年5月、コンピュータチェスのディープブルーが、チェス世界チャンピオンのガルリー・カスパロフを破った。 その3週間後、NEC 北米研究所のマイケルブロが開発した、オセロプログラムのロジステロと当時の世界チャンピオン、村上健が対戦することが発表された。対戦は、同年8月4日から7日にかけて実施され、ロジステロが6番勝負で6勝0敗の成績で勝利し、コンピュータオセロの実力がすでに人間のトッププレイヤーを超えていることを証明した。 実際には、それ以前から、コンピュータの実力が人間を上回っていたことは、明らかであり、村上は、もはや人間が及ぶレベルではありませんでした。負けると思っていましたと、ロジステロを称えた。なお、この対局は、日本オセロ連盟の許可を得ていなかったため、無断で人類を代表して敗北した村上に対する、批判の声もあったが、村上はオセロが、 知的ゲームの歴史に名を残すために必要な敗北であったと主張している。2005年頃からは、それまでに5度の世界選手権優勝経験のある古豪、ためのリエイジが、コンピュータオセロを研究に活用するようになり、世界選手権を連覇。ためノりによって、コンピュータ研究の重要性が知らしめられ、オセロ戦術が大きく進歩した。現在では、多数のプレイヤーが、 コンピュータと対決するのではなく、コンピュータを教師として積極的に学んでいる。なお、タイトル戦準優勝経験のある中森博樹によると、2016年の時点で多くのトッププレイヤーが研究に使用している最強のオセロプログラムはエダックスである。このほか、2019年には、コンピュータが人類よりも強いことを逆手にとって負けることに特化した。 最弱オセロが公開されて話題になるなど、多様な取り組みが進められている。オセロは二人例は有限確定完全情報ゲームに分類され、ゲーム機複雑性は10の58乗程度である。二人例は有限確定完全情報ゲームは、理論上、双方最善手ならば、先手必勝、後手必勝、引き分けのいずれかの結論が下せるはずだが、オセロは2019年時点で、 未だにコンピュータによる完全解析はされておらず結論は不明である。部分的には最善進行を前提として以下の事実が判明している。これらの事実に基づき88のオセロは最善進行で引き分けになる可能性が高いと予想されている。オセロ日本代表選手のサヤ・アキラは2019年にオセロは最善進行で 引き分けという説が今後覆えることはほぼないだろうと述べている。オセロを楽しむ人々オセロは国際的に普及している。2015年時点で世界36の国と地域に連盟があり、世界競技人口は約6億人と推計されている。特に日本の競技人口は多く、長谷川五郎によると2001年頃の時点で約6000万人である。 長谷川は、日本国内の競技人口は、将棋が約1500万人、囲碁が約1000万人、チェスが約500万人であり、オセロはこれらを上回っていると主張している。なお、公益財団法人日本、生産性本部予科総研が発行している、レッジャー白書2018によれば、日本国内の競技人口は、トランプオセロカルタ、花札などが、 約2370万人、将棋が約700万人、囲碁が約190万人、チェスが調査対象外となっている。日本の著名人の中には、佐藤健、小島瑠璃子、長山栄太、田中加古など、オセロ好きを公言している者も,も多い。また、日本の皇族である、秋人親皇も幼少期に、父の昭和天皇とリバーシで遊んでいたことで知られる。 つくだでオセロの商品化を担当した枠井武氏はオセロがロングセラーとなった要因に対象年齢が幅広いことを挙げている。オセロは一死の誤飲の危険性を考慮して対象年齢を6歳以上としているが実際には何歳からでもプレイは可能である。通常10分間以内に決着がつくため学校の休み時間などで楽しむことも可能である。また、 高齢者にも人気があり、老人福祉施設などでもプレイされている。なお、2021年7月現在、最高齢競技者は長寿世界一の人物である、福岡県在住の田中加古であり、田中はオセロを毎日プレイしていると話している。オセロと同様のゲームは、リバーシなどの名前で安価なポータブルゲームとして、日本のコンビニエンスストアなど様々な店舗で、 販売されている。また、インターネットでのオンライン対戦や、コンピュータゲームとしても、各国で、プレイされている。マイクロソフト、Windows の 1.0, 2.0, 2.1, 3.0、目 XP の各バージョンには、リバーシュという名称で、オセロが、標準搭載された。日本では、以下のように様々な物事をオセロになぞらえて、表現することがある。 日本を筆頭に、先進国を覆うデフレと高齢化、新興国で進むバブルと、社会不安増大、ツバゼリ合い続く米中。民と暗が目まぐるしく入れ替わる世界は、まるで、オセロゲームのようだ。滝田洋一、オセロゲームのような国際政治が始まった、テロの、一石で塗り替わる、地政学地図。武田勇、人生は、オセロゲームのようなものだと思う。中略、 最後に白を置くことができれば黒は全部白に変わる。水野隆成、またオセロを直接的あるいは間接的に題材として様々な文化活動が行われている。このほか1975年から放送されているパネルクイズアタック25、2017年から放送されている東大王の 南門オセロなど、オセロ形式あるいはオセロに似た形式で対戦するクイズ番組がある。オセロ大会の様子世界オセロ選手権はアメリカ合衆国でオセロが発売された1977年に始まった。当初は世界チャンピオンを決める無差別部門だけで代表枠も各国一人だったが、1987年からは代表枠が三人に増えて、 団体部門が始まった。さらに、2005年からは、女子部門、2016年からは、ユース部門が新設された。2019年現在、世界オセロ選手権は、世界オセロ連盟が主催している。第1回世界オセロ選手権大会決勝、井上博士 VS、トーマスヘイベル第1回大会は、日本の東京で開催された。また、10回、20回、 30回、40回の記念大会はいずれも日本で開催されている。記念大会は第20回大会までは、長谷川五郎が1970年頃に現在のオセロのパッケージを開発した東京で開催されていたが、記述の通り2000年頃から長谷川がオセロの発祥は1945年に茨城県水戸市で自身が考案した。 ハサミ語であると主張するようになったことを受け、30の語呂合わせとなる2006年の第30回大会を機に、それ以降はミトで開催されている。2020年時点の最多記録は以下の通りである。これまでの大会結果は以下の通り。オセロワールドカップはオセロの発売40周年を記念し、 世界オセロ選手権と並ぶ、もう一つの世界大会として、日本オセロ連盟と日本放送の主催で2013年に、始まり、2014年まで開催された。通常のオセロ以外にも、重重の盤面を用いるグランドオセロ、八角形の盤面を用いるエイトスターズオセロも、競技種目となっていた。この他、オセロ開発者の長谷川五郎が、 新たに開発した全く別のゲームであるミラクル5の大会も合わせて開催された。これまでの大会結果は以下の通り、オセロの大会の歴史は1973年の全日本オセロ選手権から始まった。その後、日本ではオセロ名人戦とオセロ王座戦が新設され、三大タイトルとされている。これまでの大会結果は以下の通り、 第19回世界オセロ選手権大会決勝、ためのりイジ・ v s デイビッド・シェーマン、日本オセロ連盟は団球位制を採用しており、主要な世界大会、日本大会の結果に基づき、選手に、段位、球位を与えている。2020年現在、最高位の球団を保持しているのは、以下の7名である。なお、将棋の団球では、騎士、女流騎士、 アマチュアの段球位は、それぞれ別個の精度であるが、オセロの段球位はすべて共通である。円形ニップの盤面ニップは、盤面の形を変更したリバーシの派生ゲームである。オセロに先行する類似ゲームとして、オセロ開発者の長谷川五郎がその名を挙げている。このゲームには、の2種類がある。八角形のニップは、隅を増やすことで競技を、 多様化するとの意図により、松本康介によって考案され、1933年に実用新案登録がなされた。なお、リバーシとは異なり、両者ともに打つ箇所がない場合には、ゲームを終了するのではなく、好きなところに打って良いというルールが採用されていた。黒井戦人は、戦時中に八角形のニップで遊んでいたと語っている。また、 1966年に廃業したホテル和光想は歴史的建造物として内装がそのまま保存されておりホテル内で遊ばれていた当時のニップが展示されている。和光想に展示されているニップは八角形の盤面であり石の色は赤白である。なお、オセロ発売前にもかかわらずオセロと同様の緑の盤面を使用している。一方、 現在主流となっているのは円形のニップである。このタイプは、隅がないゆえに自分の意思を確定させることができず、終盤でいつ逆転が起きてもおかしくないスリリングな展開を特徴としている。円形ニップは、1953年にゲーム会社花山の創業者である、花山寺カ、コウ及び八チスカチ中村久蔵によって実用新案出願がなされている。 花山のニップは実用新案の時点ではピン上のコマを盤面に刺してプレイするゲームであったがその後はリバースと同様に石を裏返すゲームとなり複数のゲームが遊べるダブルクインテッドネオやゲーム12といったパッケージの中に収録されて発売されたメガハウスによるオセロの公式派生ゲームはこれまでに様々なものが発売されてきた 代表的なものは以下の通りである。グランドオセロとエイトスターズオセロはオセロワールドカップで公式種目に採用された。ロリット4人対戦可能なオセロを派生ゲームとしては、前述のみんなでオセロがメガハウス公式の商品として存在するが、この他にロリットと呼ばれる球体の石を用いたものがある。非公式の派生ゲームとしては、 東京農工大学教授のパズルゲーム研究者である、小谷義行が1983年に考案した、フェアリーオセロが知られている。小谷は、オセロという名前は、オウンセット、エネミーリセットオウンというルールを示しているものと、意図的に語読し、これらの単語を様々に組み合わせることで数十種類の、派生ゲームのルールを作成した。例えば、オセレ。 オウンセット、エネミーリセットエネミーであれば、自分の石と相手の石に挟まれた相手の石を裏返すというルールになる。また、佐藤修司は、オセロ用具を使用した新ゲーム4.7を考案し、解説書を出版している。最近では、アナログゲームの販売強化手法の一つとして、複数のボードゲームを抱き合わせにして製品化することも、ある。この場合、 オセロの石を使って盤面を縮小した以後、ハサミ将棋、おはじき、積み木崩し、トランプのチップ等として遊ぶこともあるが、これらはあくまでパッケージとしてのおまけに過ぎず、独立して大会などが開かれるものではない。この他、長谷川五郎が開発した全く新しい別ゲームである、ミラクル5もオセロの派生ゲームとして、オセロの大会内でプレイされることがある。 ありがとうございます。